はい、それではクロノトリガー続きやっていこうと思います。いや結局ね、なんかね、疲れたって言いながらもね、また引き続き動画を撮っている状況でございます。ちょっと頑張って実況やっていこうと思います。そう、前回こいつが気になったのよ。山はいいよね、いいんだな。これが気持ちすごいな、これやる。あ、ありがとう。おー、話しかけてみるもんだね、しつこく。山はいいよね、山はいいよね。あ、もう山はいいよねしか言わなくなった。やった、よいしょ。ミドルエーテル、エーテルとかたくさん、ね、エーテル本当に今回も買えないからありがたいですね、こんなにたくさんもらえるのは。お、シェルター、ゲッ、あー、やっちまった。くー、あ、でもなんかみんなハンマー持ってなかったねこいつら。あー、だけど攻撃が痛いのよ、攻撃が。オーガンちゃんからやって、よしよしよし、よし、ナイス。ちょ、なんだよこいつ、いらいら。あ、よし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 、あぶねえ。あ、この洞窟になるのね。あ、あれ、なんか子供がいる。僕は風だぞ、ピュピューン。どうしたの、一人で危ないわよこんなところ。あ、ダメ。あ、ここに剣があった、勇者の。お兄ちゃんたち求めに来たの、グランドリオン。はい、うん、そうか、ちょっと待っててね。おい、グラン兄ちゃん、どうした、ディオン。あ、二人でグランディオンか。やれやれ、またか。グランドリオンを手に入れて、お勇者としての名声が欲しいんだろう。くだらないよ、人間ってばっかだね。手にした力をどう使うかが大事なのに、そんな当たり前のこともわからないから人間やってんだよ。どうする、兄ちゃん。決まってやだろ、試すのさ、少しばかり遊んでやろう。うん、行くぞ、ピュピューン。竜巻にはかまいたちってこういうことね。オッケー、多分絶対竜巻使ってくる。よし、早速ちょっとかまいたち使ってみます。おお、効くね。ファイヤー、ファイヤー効くかな。ケアル覚えたからそこでかいの。おお、効くじゃん、めっちゃ効く。おお、あ、まだ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 大丈夫。よいしょよいしょ、めっちゃ効く、いいね。なんとなくかまいたち使っちゃっていいかな。おお、よいしょ、連携。あ、ない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 、あ、やばい、ちょっと待って。やばい、混乱してるな。じゃあ万能薬使ってあげたい。痛い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 。万能薬、よいしょ、回復して。はい、やばいやばい、これちょっと慌てるな。ちょっと待って、竜巻、あ、そうそう、回復しないとやばいかも。痛い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 。ちょっと待って、連携でケアル、ほい。主人公ちょっとおとなしくしといた方がいい。あ、ケアル強っ。基本的にこの二人で攻撃させて、で竜巻が来た時にちょうどあれを当てればいいのか。連携、あ、ちょ、かまいたち、ほい。あ、まだか。あー、こういうことじゃないのか、違うのか、なんか違う、臭いな。やばいやばい、これ万能薬必須やな。普通にサンダーとかだったら効かないんですかね。よいしょ、アイス。
てて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 、やばい、なんか MP 半減だからめっちゃ撃てるんだけど、ありがたいね。よいしょ。あ、やばい、なんかどっちかを重点的にやりたいところだけど、やばいやばい、なんか適当になっちゃってるぞ、バトルが。あ、でも効くな魔法。あ、できた。あ、なんだ、もう、あ、ファイアーソード、アイスソード、もう、いや、不甲斐ないバトルで申し訳なかったです。兄ちゃん、こいつらやるね。ここまで手こずったのはサイラス以来だ。どうする、兄ちゃん。決まってやだろ、本気で行くんだよ。よし、今度は遊びじゃないぞ。あ、なに？前座だったか。勇気のグラント、知恵のリオン、コンフュージョン。あ、あー、なんか可愛かったのに可愛くなくなった。おお、ちょ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 っと待って、連携ちょっと回転オーラで回復しよう。よいしょ、 OK、 回復して、あ、ファイヤー効くね。かまいたち、アイス使おう。っていうかね、魔法がほんと強いわ魔法強すぎんごよ。あ、いいね、170も食らう。トリオン一回回復するか。はい、もんちゃん回復して、ファイヤー、竜巻エネルギーを貯めて、ちょっと待って、それにかまいたちってこと。あ、よしよしよし、あ、こういうことね、わかった。オッケーオッケーオッケー、よいしょ。お前たちどこで使うのかなって思ってたんだけど、ここなんだね、使うの。了解。よいしょ。おもちゃ普通に切った方がいいかな。うん、普通に切った方が強いかもしんない。よし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 。で、やる。ファイヤー。いけるぞいけるぞ、よし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 、おーこれびっくりしてんの超かわいい。83、痛い。あ、やばい、あ、ちょっとやらかした、ちょ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 、やばい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 、やる。ちょっと待って、早く、あー無理かな、これは竜巻来ちゃうかな。やめてください、やめてください、やめてください。何でもするのでやめてください。よし、コメたち、オッケー。あー、間に合った。ふぅ、ふぅ、危ねえ。よし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 。なんか MP は目使わない方がいいな、むんちゃんは。うん、ファイヤーして、よいしょ、 OK。 お、また来たな。一回なんか竜巻エネルギー溜まった時見てみたいけど、なんかワンパンされそうな、なんか壊滅状態になりそうなので、ちょっとちゃんとかき消していきましょう。おー、いてー、よいしょ、かまいたち、オッケー、痛い痛い痛い、ちょ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 、強え、やめてください。OK、
けある。あ、やばいやばいやばい。あ、なに、やばいやばいやばい。ちょっと待って、え、まさか死ぬと思わなかった。アテナの水でいいかな。あ、よしよしよし、危ない。あ、よいしょ、ケアルして。びっくりした。よいしょ、で、かまいたち、危ない危ない。あ、なんか、え、なんかすごい強くなってんだけど、どうしたのこいつ。攻撃力が半端なく上がってんだけど。ケアル、はい、よっしゃー、やったやったやった。やったー、あー、強かったこいつ。どんな問題見たか。あ、戻った。やられちゃったね兄ちゃん。なかなか楽しかったな。この人たちなら僕らを直してくれるかな。ちゃんと持ち主を見つけてくれるかな。あ、大丈夫さ。あ、くれる？お、あ、これはグランドリオン。でもこの伝説の剣もかなり昔に折れてしまったみたいね。お、折れたグランドリオン。じゃあこれは直さないとダメか。おい、あの勇者、エセ勇者どこに行ったんだよ。ふもとまで風に乗せて一気に運んでやるよ。頑張ってねお兄ちゃんたち。あ、ありがとう。あ、出てきた。わい。じゃあちょっと一回回復をしたいな。村長の家じゃなくて宿。え、なんかここ高かったような気がするんだけど、50ギルいいでしょ。まとまっちゃおう。よいしょ。よし、じゃあ行きますか。ちょっとカエルにも買いに行くか。まだちょっとへこんでんのかな。セーブするね。タータとカエル。そう、結局タータは帰っちゃったのかな。先にタータの家の方行ってみるかな。タータ。よいしょ。あ、いた！ごめんよ、この勇者バッジ、本当は酒場で酔いつぶえてたカエルの親父が落としてったのさ。で、高く売れるかと思って町に出てたら、みんなが勇者様ってチヤホヤしてくれるか引っ込みがつかなくなって。でもやっぱりオイラには無理だよ。伝説の勇者だなんてもうコリコリだよ。このバッジ、あんちゃんたちにやる。あ、やった！たかこんなことあろうと思ったぜ、父ちゃん。情けなくて涙出てくる。いや、せがれが勇者だってんで舞い上がっちまってお恥ずかしい。死んだカカアのためにも俺もせがれも地道に行きますよ。もうダメだよ、そういうことしたら。鼻高々だったくせにさって。まあそこはな、正しいな、じいちゃんは。わしにこそ教えてくれ。では次に見出すスーパー伝説オフなのにスペシャルデラックス。おー、それでドラクエ7の主人公になるんですかねって。じゃあちょっと待って、じゃあカエルのところ行くか。カエルの親父ってあれだよね。カエルのことだよね。この動画初めて見た人には何のこっちゃって感じだけど。きっとね。よし。ちょ、カエルカエル。お前、元気か？また来たのか？そのバッジは？そうか、あのチビにあったのか。しかしもう魔王には手も足も出ない。魔王と戦うのに必要な伝説の剣グランドリオンは、それにグランドリオンを持つ資格も俺にはない。もうほっといてくれないか、俺のことは。ちょ、どこ行っちゃうの？ちょ、ほっとけないよ。あ、なかった。あ、見つかったじゃん。折れた剣ね、グランドリオンの一部だわ。古代文字で何か彫ってあるわ。この程度ならなんとか読めそう。
ボッシュ？ボッシュってあのボッシュ？メディーナ村の？どういうこと？もう、あ、グランドリオンを直せる者はもうこの世にはいないのだ。ボッシュか。あれボッシュ、あれちょっと待って、どこだったっけ。あれ、これ過去に行かないといけないやつかな。よいしょよいしょ、ほほほほほほ。さて、カエルちゃんたちを抜けてて抜けられなかった。よいしょ。あった、ボッシュの小屋。ここか。あ、お主たちか、またわしのコレク。この剣は確かにグランドリオン。お主たち、これをどこで、どうしてこの剣にあなたの名前が彫ってあるのかしら。うん、それはの、話せば長くなるが、お主たちが訪ねてきたのはそのことを聞くためではなかろう。そうだわ、グランドリオン復元することは可能なの。こいつの原料であるドリストーン中原石が今でも入手できればな。ドリストーンどこにあるのかしら。今じゃどこにもなかろう。昔は金より値打ちがあった赤く輝く石なのじゃが、もうはるか昔じゃよ。気の遠くなるほどのな。はるか昔、はるか昔、はるか昔。ってことはまたこれワープしなきゃいけないやつだよね。そうだよね。え、どこから来たんだっけ私。民家ここ、よし。でここで一回戻って、人んちのタンスが本当にウケるんだけど、めっちゃ昔に行く方法があったっけな。 AD2300、 これ未来だもんね。未来で、ここ D2 広場、これ AD1000年、AD1000 年、これ現代。あ、ちょっと待って、ってことはこれか。 BC6500万年、超昔やん。不思議山。じゃあちょっとここ行きましょう。ここだな、はるか昔。うわー、え、なに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 、み、緑の鱗の肌。なにこいつら、変える、全部みんな変える。恐竜人、あ、恐竜ガオー。あ、魔法が効くな。あ、これ魔法が効きますね。あ、なんかビクビク動いてるけど大丈夫？変なことはしないよ。あ、いてて、ちょ、うんこ飛ばさないで。よし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 。あ、もう臭そう、やめてください。これなんだろう、カエルとか恐竜とか、なんかこう爬虫類系、ま、恐竜って哺乳類だっけ、は魔法に弱いのかしら。花びら、お、レベル上がりんご。あ、どんどん来るんだけど、ない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 、ない、数が多すぎるわ。どうしよう、ムーン。あ、アニメだ。あ、え、あ、あ、ちょ、かっこいい姉さんが来たんだけど。え、てか美人なんだけど。おお、あ、で、でかい。あ、追っかけて助けてくれたのかな。お、姉さん強い。なんなのあの女。残りがこっち来るよ。あ、じゃあ残りは私たちでやれと。はいはい。はい、あの人なんだろうな、気になるね。普通にお話できるのかな。そもそも6500万年って普通に会話ができるんでしょうか、私たちと。
あ、うんこ。花びらってなんだろうな、何使うんだろう。あ、ありがとう、助けてくれて。な、なに、ぎゃっ、ムーン。強いな、お前、名はなんだ。ムーン、ゆうか、いい名だ。あたいか、あたいの名は。あ、名前、エイラちゃん。おー、へー、まあ、エイラちゃんでいいか、そのままでいこう。え、てか、美人さん、すごい昔の人とは思えないんだけど。エイラ、ゆう、エイラ、強い男好き。だから、エイラ、ムーン好き。は、離れてよ、ムーン。偉いのに気に入られたわね、ムーン。お前たちも強い、エラ強いもの好き、男でも女でも。なんだ、そういうことか。わ、私はその気はないわよ。ムーンたち、どっから来た？なんて言えばいいのかしら。明日の明日の明日の、ずーっと明日から来たのよ。ははは、お前、面白い、エラ面白いやつ好き。ダメだ、こりゃ。お前たち村来る、歓迎する、宴やる、酒飲む、踊る、楽しい。行きたいのは山々なんだけど、ドリストーンっていう石を探してるのよ。石か、石いっぱい、そこにもここにも村にも欲しければいっぱいやる。さあ、イオカの村こっちついてこい、ムーン。いや、ムーンなんだけどな。もうすっかり、ムーンなんだけど、運がない、ムーって呼ばれちゃってる。ちょっと待って。あ、そっか、ここにお家、なんか、なんて場所に、なんて場所に作ったの、このワープゾーン。ちょ、あ、エイラちゃん。で、これが、あ、バーサクリング、ほう。ちょ、なんかめっちゃ、めっちゃ敵に襲われたんだけど、ちょほー。やめてください。あ、立った。あ、やっぱ魔法に弱いな、こいつら。あれか、魔法が発達してない文明だから弱いってことかな。どうなんだろう、もう魔法があるかどうかわかんないけど、この時代ね。よし、よいしょ、オッケー。ナパームボムを覚えた。ちょ、なんかめっちゃ荒ぶってんだけど、何こいつら。あ、ちょ、なんか全力切りっていうのを覚えたんですよ。ちょっと使ってみようかな。強いかどうか分かんないけど、ズドン。お、強え。ちょ、なんかいろいろさ、あの技覚えてるからさ、これね、ナパームボムとかね、ちょっと使っていこう。反作用ボム、ほえー、ちょっと気になるな。よし、え、ずっと南に行ったよね。あ、ちょ、もう久しぶりになんか連携技も使ってみたいな。ちょっと待ってね。まず一匹倒して、でちょっと連携使いましょうか。この反作用ボムっていうの使ってみましょう。ルカとマールのね。あ、強い、489。ヤバタン。ちょ、まだいんのかよ。ちょ、さっさと出るよ、こんなとこ。あ、出れた。え、村、どん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 どくどんどくどんどく。あ、ここか、イオカ村のテント。あ、ずんどこしてる。お前、恐竜人仲間か、やっつけるぞ。やめてください。元気の水飲むか、飲むと元気もりもり。はい。あ、おお、ここで回復してくれる。わーい。恐竜人残酷冷血、恐竜人硬い鱗倒す、とても力いる。なるほど、人間と恐竜人っていうのがいるのか。ダサい、その格好、うるせえ。そう、これなんだよ、悠長でいいのかな。村の北総長かな。赤石とても綺麗、お前見たいか。なるほど、この村の長が持ってるわけですね。矢倉があって、あ、こんにちは。
来たかむ、もうすぐ夜来る、宴の用意できた、こっちむ。あ、宴、あ、宴だ。みんな聞け、新しい仲間できた。強い男む、そんな顔もあるルッコ。うおおさ、ボボンが踊る。あ、なんか、ありがとうございます。ていうか、動けるんだ。飲み食い、歌い、踊れ。あ、ちょっと待って、この美人さん、あれか、あの、偉い人なんだな。せっかくだから楽しもうよ、もう。参っちゃったわね。おぉ。お盆が。まだよそ者、偉いお前たち歓迎する、わからない。中に反対そうものもいるんでしょうかね。あ、話してる。なんか私とてもいい気持ちになってきちゃった。いや、酔っ払ってる。てかお前らお酒飲める年だったんだな。え、私も飲みたいんですけど。引く。あ、私もドロッと。あ、出れないね。これなんかやばいことになったりしません？大丈夫かな？あ、アンラムのみんな、はい。おらおら、男でしょうが一気にいけな、ぐぐっと。おー、こんぐらい一気に飲んでみたい。キャーう、吐くんじゃない？大丈夫な？飲みなさいよ、やだ。じゃあもう一杯いくか。はい。これさ、酔いつぶれてる間に変なことされたりしないかな、私たち。あ、飲んでるかも。これ特別な時飲むもの。岩石クラッシュいう飲み物。うまいぞ、きついぞ。エラたち、恐竜人戦ってる。恐竜人リーダー、アザーラいう。アザーラとても頭いい。妖怪の村、みんな戦う、戦わないもの、ラルバの村行く。ラルバの村、どこかわからない、恐竜人からいつも逃げてる。アザーラ、妖怪もラルバもなくすつもり。でもエラ負けない、戦うのやめる。それエラ死ぬとき。まあいい。なんかいろいろ。あ、そうだ、もうお前たち探したのこの赤石か。これとても珍しい。この石強いやつの証。妖怪の村で一番強いエイラ。だからこれエイラの。欲しければエイラと勝負。ムー勝ったらこれムーのもの。エイラと勝負するか。え、イエイランだ、どうなん。あ、勝負。あー、これ逃げられない。これたくさんたくさん持ってくる。今宴だから飲む。ムーとエイラどっちがたくさん飲むか勝負。あ、飲み勝負ね。なるほど。エボタレーナだ。よし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 。おお、今エボタ連打してます。飲み勝負になってる。あ、いいね。よね、飲みすぎ、急なね、飲みすぎとかはダメですよ、ほんと。うはぁ、もういい、ムー、お前の勝ちだ。この石お前のもの。ムー、よく飲んだ。最後にもう一杯、お前の強さ乾杯。じゃあ飲む。かわいいな。乾杯。エラちゃんめっちゃかわいい。あー、もう酔いつぶれますよね。起きて。うーん、いたたた。え、私そんなことしたの？嘘おっしゃい。けどなんでこんな頭痛いのよ。おはよう、むー。ゆうべはとても楽しかったね。お楽しみでしたね、ゆうべは。ちょっと何よ、この足跡。なくなってる。ゲートホルダーがなくなってる。この足跡の主がゲートホルダーを。じゃあ戻れないじゃん。あれがないと死ぬまでここで。冗談じゃないわ。エイラに聞いてみましょう。グガーグゴゴー。めっちゃ寝てる。起きろ。おむ、起きたか。うぐ、岩石クラッシュ飲みすぎた。気持ち悪いとこ悪いんだけど、寝てる間に大事なものを盗まれたみたいなの。何けど恐竜。恐竜人仕業。うん、エイラと一緒に来い。まだ誰か来るか。ああ、ここで。なるほど。エイラちゃん強っ。どうしよう。回転モーラー、アイスソード。
エイラ強いな。回復ないときつい気もするんだけど、エイラちゃん絶対アタッカーでしょ。じゃあロボ行くか、久しぶりに。よし、行くぜロボ。よし、じゃあちょっとこのメンバーで行きましょうか。村の中見たものいるはず、まず話聞く。まあ行く、うっぷ。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりにしておきましょう。あ、ていうかもうすっかり30分超えてるな。いや、じゃあ次回はね、恐竜人倒しに行くんでしょうか。はい、やっていこうと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。